取材も終わりましたからね。さあ三角点が終わったんで、ちょっと私スマホを出してみますけど、さあということでね、三角点が終わって丸山草原というのはよく分かってないけど、多分あの駐屯地とかあったこの辺りか丸山草原でいいのかな、ってことなんで、まあね、立ち見台は無理よってことであれでしたし、で、まあ、浜島関係クラブね、村里はね、宇賀田駅の、宇賀田、宇戸の、宇戸のじゃない、宇賀田やね、宇賀田駅の名所案内でね、根室里と、浜島カントリークラブが来てませんでしたけど、もうね、あのゴルフ場とかなんでね、写真ホームページの、ね、リンクと、貼っておきます。はい、これ OK、 はい、ということでね、悠々分の素敵なところになってますんでね、リゾートを設置された方はね、行ったらいいんじゃない、いい感じになるんじゃないかなと、いうことで、さあ問題は猿田彦神社と神宮彫刻館ですね。で、本当普段ならね、このまま車でずっと行くところですけど、今回は車から途中で乗り換えをするよっていうルートで行きますよということでございます。こっから車に乗り換えてどっかに行かない、どっかで降りないといけないんですけど、どこまで行くかなんですよね。もう石中川のまで出ちゃった方がいいのかな、駅で止めて石中川から特急で向かいましょうか。そうすればね、あの範囲特急とね、メイン特急と両方、当たりますからね、来る量も急行でもね、来る量が倍になりますからね、この作戦でいきましょう。伊勢中川まで行ってみましょう。あ、でも空気が欲しいですね。一気に日も昇ってきて、一気に暖かくなってきたし、いいですね。とかあれか、日が昇ってきたというよりは雲が切れたんですね。さっきちょうどいい具合の雲でしたもんね。カメラ画像的にはね、快晴っていうのもいいように見えますけど、光がまぶしすぎちゃうようになっちゃいますからね、完全に逆光なりになるんで、ちょうどいい雲具合でしたね。ありがとうございます。だから日頃の徳が出たかな、どうかな、さあということで、青山から一気にさっき見てた麓の方まで行っちゃうんですからね、考えてみたらすごいよね、いやそれ登ったもんな。でこっち側は道良さそうですね。さっきの北側のルートと違って、本当こっちの方は道がだいぶ整備されている感じみたいですね。青山湖、サニービラ、別荘地とかも用意されてるってことは、あんな、ね、林道みたい、林道ですよねみたいな、すごい、いいことはないでしょう。とにかくと麓に降りてコンビニ、まあそうだ、先にコンビニ入ってトイレ、まあ、あとしょ降りたところにね、青山の駅前、あれ国道に入ったらあるよな、あったよな、なかったらバーストです。私の方向がバーストです。よいしょ、勢い飲んで前半にいっぱいドリンク飲むんじゃなかった言うて、結構のもう 500ml ほぼからですもんね、やっちゃったな。とりあえずあそこでカットしましたって感じですもんね。マジか、あの倒木に最初に出会った人はびっくりだったでしょうね。うちも昔倒木はなかったっけ、落石はありましたよね、目の前に石がゴロゴローンと落とってね、木
崖のと石の間をヒヤヒヤすり抜けていったっていう思い出がありますけど、写真あるかな。これね、あ、ちなみに、この前その崖に行く手前で、手紙を出すっていう、山の中のポストに手紙を出すっていう動画を撮ったのがあったんで、それ出てきたんでね、そちらはね、アップロードをかけときます、うん。この投稿の時にはもうあれですよね、ちょっと投稿方法変えますよってなった後になってると思うんで、予備日みたいな設定がね、火曜日と木曜日に設定するんだったっけ、月水土に上げるのか、月水土にメイン動画上げて、金曜日に4飛び上げますよと、で日曜日に、生してねやりますよっていうような感じの、ちょっと構成で、ちょっと今ね、毎日更新、メインチャンネルずっと毎日更新って形でずっとやってたんですけど、さすがにねちょっとね、うん、メイン動画のこのバリバリのやつをね編集する時間がねいよいよちょっとなくなってきたんでね、で一応予定の春先まではもうバリバリ忙しいですよとか、でも3時間残業とかはもう全然、ザラで出てきますよっていう予定にね、なってきてますんでね、そうすると、ちょっとさすがにね体力的なところが限界値超えちゃってますんでね、またこの間見てとか動画のね、あの収録がどれくらいまでできるかなんですけどね、うまいこと言ったら僕も、何かしらショートを上げていこうかなと思ってますけどね、ショートとか過去動画のやつとかね、うん、ちょっと切り抜き版みたいなのもね、あの素材用にねちょっと作っていきたいなっていうのがあるんで、もう作ったついでにね一応、メインチャンネルでショート版みたいな形で出して、一応お蔵入りチャンネルに素材用でちょっと保管ねしとこうかなというような感じで思ってます。あ、くるっと曲がってるからこれで、そっか、こっちが左方面になるのか、ああぐるっと曲がってるんで感覚狂いますよね。これで国道165号線、あーこの辺りだともうちょっと隙間に行かないとないか、これが一斉寺、青山高等学校ってことで、あれ青山高等学校ってあれですよね、前の日生学園が名前変わったところですよね、あのいろいろと有名なあのダウンタウンの浜ちゃんとかね、あの今田さんとか、が、出身校として有名なね、あのここの確かところが今ですかね、この山の中ですからね、多分そうです、あ、僕はこれまっすぐ行ったら左方面やからな、どうだろう、いや、あの思ったのが、帰りに四日市に帰るっていうことをね、思い出しますと、ある程度通方面に寄っといた方が楽っちゃ楽なんですけどね、まあ、ただ運転的なこととか考えるとあれかな、まあ、背中があるのがいいかな、
きっと東京の人には想像がつかないでしょうね、これだけ走ってコンビニがないという状況は。あーしょしょーなんか欲しいな欲しいな、伊勢高川まではもたにゃいよ。もう日本もにょーにょーもですよ。それで、ね、浅草中学校か、どこから走ってくの。もしかしてまたこの Google マップさん、いつもの悪くて出始めた。とにかく細い道行かせようとするあの悪い癖が。あ、その八百屋さんって俺一回来たことある八百屋さんか。ガスね、真っ逆で。ちょっとお仕事をしとった時に一回真っ逆田んぼをしとって入ったところじゃないかな。うん、初めてエコー高原とかあの辺り行った時に、初めて言うみたいな記憶が。直進なんで、一回。